動画。はい、災害。オールフリーの玉城さんのところに来てます。100ナビ位置まで、網なし、あぶみなしで、まあ、これが自然な形で馬にストレスをかけないで、自然から学ばせてもらうという、そういう馬術ですね。馬と一緒に、まあ、馬は武器でもないし、今はね、人間の畑とか力仕事とか手伝って一緒に生きていくっていう習ってほしい。畑で人間も育てたいですね。で、この騎馬立ち、空手のね、このスタンス、体幹をやっぱりこういうので学んでもらいたいですね。チャンノミー側も馬を育てて、琉球王朝時代も王族、士族がその馬に乗ってたわけですね。この上で肩をやれると